こんにちは、変形合体です。今日はトランスフォーマーユナイテッド UN29 アークユニクロンをレビューします。まずこれはユニクロンなのになんで星じゃないのかという疑問がありますが、ちょっと調べてみたら、オートボットの戦艦アークを乗っ取って復活した姿ということらしいです。ビークルモードのギミックとしては、このキャノンが左右と上下に稼働してスプリングでミサイルを飛ばすことができます。あとは付属のフォースチップを差し込むと、ここのハッチが開いて武器が出てきます。ここのハッチは手動でも開くことができるんですが、ちょっと武器はフォースチップを差し込まないと出てきません。あとはここに大型のタイヤがついていて、キャタピラーのここにちっちゃいタイヤがついているので、コロ走行ができます。タイヤがついてますが、これはとにかく戦車型戦艦ということらしいです。こういうちょっとわけのわからない SF 戦車とか SF 飛行機は、いつもだったらメガトロンが変形しそうなやつですね。ただ今回ユニクロンなので、この辺とか、これですね、こういうのとか、ここの惑星のリングみたいなやつの一部みたいなのがくっついてて、ユニクロンっぽい感じです。最後にビークルモードで頭を出せるかという点ですが、ご安心ください。ここの、見てわかる通りバッチリ頭を出すことができます。それではロボットモードに変形させていきます。まずかかとのピンでここに接続されているので、両方外してつま先を出してかかとを出します。反対側もつま先を出してかかとを出して、下半身がここで接続されているので一旦伸ばします。そして足も伸ばして、こちら側が前なので下半身を180度回転させます。そしたら胴体に下半身を接続したいところなんですが、そうしてしまうと腕が変形できなくなってしまうので、ここの腕の部分をここでロックされているので解除して、そのまま内側に倒して腕を上の方に持っていきます。でここにピンがあるのでロックします。反対側もロックして、その後に下半身をこのピンで接続します。接続したらこの前だれの部分を下げます。あとは腕になります。腕を前に倒して、この牙のついているパーツのカバーを開いて拳を出します。出したらカバーを閉じて、この牙を後ろに回して拳を前にします。反対側も前に倒してカバーを開いて拳を出してカバーを閉じつつ牙を収納して拳を前ですね。最後にこのおそらくレーダーのようなものを倒して頭部を前にすれば完成です。ロボットモードのギミックとしては、ビークルモードの時と同じで、ここのキャノンのミサイルが発射できるのことと、フォースチップでの武器が出てきます。あとはこの足についているこのパーツを手に持たせることができます。こうですね、反対側も外して手に持たせられます。このユニクロンは不完全な復活ということらしくて、この頭部のこちらの部分が歯がむき出しになっているようなデザインになっていて、なんかゾンビのような感じですね。ブラジオンのようにも見えます。次に頭部を収納して、でもこの拳を収納します。でこちら側ですね、
反対側も拳を収納して万歳です。そしたらこの前のカバーを前方に突き出して下半身を分離して下に逃がします。そしたら肩をロックを外して前に持っていきます。でそのままこの部分を前に持っていってこのピンでロックします。次は腰の変形でこのヒンジを使ってここに収納するんですが、こうすると足が前後逆になってしまうので腰を180度回転させてからここのピンをこの穴にぶち込みますね。ここピンを穴にぶち込んだらかかとを収納して足の角度を調整してここのキャタピラの穴にピンをセットします。反対側の足も同様にかかとを収納して膝を曲げて角度調整してキャタピラの穴にピンを差し込んで固定します。こうですね。これでビークルモードの完成です。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。毎日変形するものをレビューしていますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。